ウェストフィンチリー駅ロンドン北部、バーネットロンドン特別区、フィンチリーにある、ロンドン地下鉄の駅である。当駅は、ノーザン線ハイバーネット支線、フィンチリーセントラル駅とウッドサイドパーク駅の間に、あり、トラベルカードゾーン4に含まれる。駅名表あたり駅は1933年3月1日、ロンドンノースイースタン鉄道のエッジウェアと、ハイバーネットを結ぶ路線の途中駅として、 駅周辺の宅地開発に合わせて開業した。乗降客がそれほど多くないと予想されたことから、駅施設は最低限のものとされた。ロンドンノースイースタン鉄道の路線のうち、イーストフィンチリー駅から北の区間は1930年代後半に始まったノーザンハイトと呼ばれる開発計画の一環として、ロンドン地下鉄の路線網に組み入れられ、 1940年4月14日からノーザン線の列車の乗り入れが始まった。しばらくはロンドンノースイースタン鉄道とロンドン地下鉄両方の列車が運転されていたが、1941年3月2日でロンドンノースイースタン鉄道の旅客営業は廃止されている。北港ホーム北を見る奥に古仙橋が見える古仙橋から見た 駅前系と1995系電車あたり駅には2つの出入り口があり、駅舎を備える北港ホーム側に設置された出入り口はネザーストリートに面している。駅前の歩道両側には前提があるが、フェンスに囲われていて乗客が立ち入ることはできない。北港ホームには階段なしでアクセスすることができるが、南港ホームには古戦橋を経由する必要がある。南港ホームには ラッシュ時のみ利用可能な改札口がある。ロンドン同時爆破事件の後しばらく保安上の理由から南行ホームの改札口は閉鎖されていた。駅周辺は主に住宅地で商店や学校、幼稚園などもある。当駅周辺の住宅地は比較的裕福な層が居住していることから乗用車の利用が多く、ラッシュ時以外の利用客はそれほど多くない。 2007年6月、ロンドン交通局は2008年3月以降、当駅を含む利用の少ない40駅の出発口を廃止して自動券売機のみとすることを発表した。時間帯によって運転頻度は異なるが、午前6時台から午前0時台前半まで、おおむね3から7分間隔で列車が運転されている。ロンドンバス82、125、221、 326-460- 深夜バス N13-N20 が当駅を経由する。ありがとうございます。